バイオハザードビレッジ体験版。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はちょっとね、バイオハザードビレッジの体験版をやっていこうと思います。4月25日バージョンのものですね。体験版は3回あるみたいで、4月18日と4月25日と5月2日のもので、4月18日はやってないです。で、今回4月25日の17時から、次の日の午前1時まで体験版ができるということなので、こちらをやっていきます。あとはね、最後かな、5月2日の、体験版なんですけども、こちらは午前9時から次の日の、5月3日の8時59分までと、多分24時間くらいできるようになっていると思いますので、そちらもね、時間があればやっていきたいと思います。では、ゲームスタート。で、ちょっとオプションで、これ30分しかできないんだよね。カメラは、上下を反転させたいんですよ。で、構えも上下反転。これは、一応全部上下反転にしとこう。OK。これだけはちょっとやっておきたい。では、プレイキャッスルデモ。スタンダード。ハードコアはちょっと無理だな。もういきなり選べるんだ、3つ。マナ娘ローズ。で、今回の主人公もセブンと一緒で E さんですね。前回の主人公がそのまま引き継ぎになってます。で、前情報とかね、俺全然チェックしてないんですけど、見た感じね、この城になってるんで、なんか雰囲気的には、バイオハザード4のような感覚になってるようです。こうだよね。で、上下。よし、上下は大丈夫。やっぱこの視点は怖いよね。途中からだけど、これは城に、なんだろうね、捕らえられたところからスタートなのかね。クリムゾングラス？ただのグラスだね。で、なんだっけ、バイオ4もそうだったと思うんですけど、アタッシュケース形式、アイテム持つのが。だマス目でアイテムによって大きさが決まってて、要はこれに収まるようにしないと持っていけないっていう。ナイフと銃はある。これどうやって銃構えんだっけ。これがガード。で、まだ銃は構えらんないか。じゃあちょっと外に出よう。一応ここなんだろうね。部屋の中。単純な鍵。キーピックみたいなのがあんのかな。拳銃の弾数がそんなに多くないからね。これは調べる。北条の乙女たち。いやー、なんかおどろおどろしいけどね。向こう側から施錠されている。これはドアではないか。どこ行けばいいんだ。ここも鍵かかってるでしょ。ここの部屋は、方丈にすればいいの。この上をなんか調べられるかな。なんか、あ、手袋か。あ、そうだね。なんかよく出てくるでっかい女もういるみたいだけど、あれはなんだろう、よくわかんない。いや、腐ってるやんバイオハザードあるある。一回戻るか。で、これは最初に寝てたベッド。これレバーじゃん、もしかして。あ、でも引けないわ。で、燃えてます。もうここですげえ時間取ってる。いや、いきなりわかんねえ。そう、わからないとね、バイオちょっとこうやってグダったりするんで、そこは本当申し訳ない。
でもバイオハザードっていうのはそういうものだから、探索をして謎を解いて次へ進んでいく。え、なんかガチャガチャガチャってよ、開けろ。うっ、無理か、なんだクソ、蹴り破れ。そうするとこれだよな、今のところのヒントはこれ、北条で、北条といえばやっぱり果物なんだけど、特にそういったあれでもないよな。果物をきれいにするとか、しゃがめる、しゃがむとかあるっけ。ガード、だって今何にもできないもんね。ナイフも多分使え、装備する、あ、装備した。ガード、構え、あ、なるほど。いや、ただ撃つことはないと思うんだよね、さすがに。あ、いつものあれになってる、拳銃の。え、簡単な鍵でなんか開けるとか調べられるところが、シャンデリア、あー、わかんねえな。ここで30分終わりそうなんだけど、グダグダして。で、今回要はその25日、要は今日のしゃがむは R3、 あ、こうだっけ。で、なんか下になんかあんのかな。で、体験版でちょっと慣れてから、あ、ここがいける。なんか5月2日もし時間があればライブでね、やっていければとも思ってます。いけるいけるいける。銃は構えらんない。え、なんだ、ネズミか。いや、怖、立ち上がる。これ何、スクラップ A 確認できる。え、どれで、え、何これ。あ、クラフトか。ここは調合画面だね。キーアイテム、トレジャーアイテム、あ、換金アイテムだ。そう、本当になんかバイオハザード4っぽいね。クラフトでなんか作んのか。作るって言ってもなくね。さっき何手に入れた。あ、あれを手に入れたから作れるようになったよってこと。そう、まだ敵が出てきてないからね。え、びっくりした。行こう。走る。いや、走らなきゃいけない場面が出てくるの。今なかったね。開ける。これは薬液。え、薬液って何？これって回復薬でしょ？薬液は何か作れるの？ハーブと薬液で回復薬を作るのか。なるほど。バイオハザードってさ、武器がない状態が一番怖いよね。なんかある程度武器揃ってくると、なんかご利用そうみたいなのができるけどさ、今なんか光ってなかった？これ。そんなことない。ただそう見えただけか。ローズはどこにいるんだ。なんだ、え、なにこれ、すげえ仕掛けだな。え、なんか言ってたな。怒りを知りし天使は高きから人をなんとかする。あ、なんかはめんのか。でもちょっと意味がわからないからな。あ、これを読んでんのか。喜びを知りし天使、英知の傍らで静かに微笑む。これやってみるとどうなる。ここでは使えねえ。もうこれを設計した人の神経が知れないよね。建築士さん大変そう、こういうの作ってください。え、マジっすかみたいな。結構広いな、いろいろいける。
お、よし、ハンドガン弾。怖っ、鍵を外した。ショートカットかな。マップはない、見つけてないからか。マップを、これもなんか光ってそうだけど、これなんでもない。あと一応プレイステーション4版でやってます。プレステ5は持ってません。え、裏側何これ。回す、 R、 拡大縮小、あ、こうか。いや、なんか特にって感じだけどね。なんかある、取っ手とかあるとすれば取っ手、あとここになんか書いてあるとか。でも見れるってことはなんかあるってことだよね。いや、わかんねえわ。これ壺って、あ、壊せる。あ、壊すでいけるんだ、ハーブ、ありがたい。で、まあもうせっかくだから作っちゃおう、作ってみよう。ガンパウダー、あ、スクラップエイドとガンパウダーで作れるよってことか。じゃあこれクラフトしよう。合成しました、2つ。こういうのがあるってことは、これさっきあれ取ったところか。あれどっから来たっけ。向こう側から施錠されている。ちゃんと銃の操作慣れとかないとな。上上がって、いや広い、本当に広い。これは壊せない。こっちはワインルーム、なんかある。ワイン、あ、薬液か。ワインとさ、薬液一緒に置いとくの危なくね。薬液なんて飲んだらまずいでしょ。まずいって、美味しいとか美味しくないじゃなくて、大丈夫か大丈夫じゃないかのまずいね。ドミトレック城におけるワインの製造の歴史、現在の城主様の一家が移住されており、はるか昔15世紀まで遡ります。オルチーナ様は伝統的製法に独自の工夫を加え、むせ返るようなコクと芳香を与えることに成功しました。中でもその年で最も出来の良いワインはサンビエルジェ、処女の地と呼ばれ、花をあしらった特別なボトルに保存されます。処女の地って別にさ、なんか俺的にはそんないい雰囲気じゃないんだけど。これははめてみる。ここでは使えない、ちょっとわかんないな今のところ。ここでは多分これが何かのヒントだよね。まあ鍵括弧されてるのは独自の工夫、怪しいよね。もう独自の工夫が絶対怪しいよ、絶対危ないさ工夫だよね。もうやっちゃいけない。いや、わかんないな。ただどこへ向かえばいいのか。指輪も特に使えるわけでもないし、気持ち悪い。何はめんのここに。だってこれ指輪でしょ、穴が開いてる。片目にはめるんだよね。そうするとやっぱ目みたいなのが必要か。こっち行けねえし、帰るか。もうすでにさ、動画の時間でさ、収録時間がもう15分くらいになってんだけど、戦闘しないで終わりそう。いや、待って待って、そもそも下への降り方が分かんなくなっちゃった。どっから来たっけ。あ、こっからか。銃を手に入れたけどぶっ放してないからね。あ、でここは、あ、そっか、こっから登ってきたのか。で、また会いましたな、デューク。ここで何を。
商いは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな？いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう？ドミトレスクか？ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやも。それはそうと、何かご入り用では？そうか、こいつショップか。見るだけでしたらご自由にどうぞ。アイテム購入、武器カスタマイズ、アイテム売却。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。クリムゾングラス3500円、売ろう。買い取りも信頼安心の適正価格です。これはアタッシュケースプラスになるのか。1万円高えな。ショットガン、ショットガン買いて5000円、今8500円持ってる。欲しい。それかカスタムパーツっていうか、敵と戦ってないからね。そもそもロングマガジン、ショットガン1つ買って威力560。それに興味をお持ちになるのは当然です。でそうだよね。弾、あ、弾1つ買う。お買い上げありがとうございます。あー、これいいな。やっぱりこういうシステムいいよね。でカスタマイズは多分無理だよね。金がない。連射速度が一応上げられるか。威力4500。いや本当にバイオハザード4だな。またお会いしましょう。武器の持ち替えは、こっちこっち、右がショットガン、左がハンドガン。これ何、ここでは使えない。もうとにかく使えないのばっかだな。19世紀送迎家の作、ノルシュテイン、工場、丘の館、水車、鉄塔、4つの作品を作り上げた後、拳銃で頭を撃って自殺した。可動式になったより、4つの模型にそれぞれ色水晶で入れられ彩られた人骨が収められている。一説によると、これは彼の愛した4人の妻の遺骨であるとも言われている。リュックがいるところは、まあ、多分無敵地帯。敵はさすがに入ってこないと思うんで、いかんせんちょっと時間がね。心なき4天使、仮面を与えよう。ああ、なるほど、仮面をかぶせんのか。ん？え、なになになに、誰の声今。え、怖いんだけど。デューク、元気だな。普通でけえな。こっちは、なんか綺麗なあれだけど、あ、いける。ショットガンにしよう。もう時間ないんだったらショットガンをぶっ放す。マジで戦闘しないで終わりそう。暗くてわかんねえな。あ、上行ける？構え、よし。ない。どこだこれは。マップがないからね。納骨、男一、女三、ミランダ、デューク、商談。まあ、デュークは多分お得意様なんだな。サンレル、ベイラ、カサンドラ、ダニエラ。うん、いまいち分かんねえな。うん、ちょっと怪しい。あ、これは金か。500レイ。反応がない。こっちではない。行けるところ、ここのカーテンなんか怪しいけどね。なんか少し離れないとさ、近づくと画面が暗くて、なんか扉なのか何なのかがよく分かんない。まあ、明るくしてやった方がそりゃ分かりやすいけど、雰囲気がね、やっぱり。いや、これ絶対さ、みんなさ、敵と戦わないでさ、なんか終わっちゃうこと多いでしょう。
まあ、みんなのこういうさ攻略動画じゃないけどそういうのを見て、あ、ここへ出てくるのか。ああ、なるほど。結局だからやつの部屋へ行けってことなんだけど、施錠を、どっからどう通じてんだ。でここも無理でしょ。で仮面はまあさすがに全部やってる余裕はないと思うんだよね。なんだ、追われてるか誰かに、もしかして。鍵を外した。あ、戻ってきた。結局最初に戻ってきたな。収穫物といえばショットガンだけ。こういう声だけするのってほんと怖いよね。やっぱりどこにいるのかがわからない恐怖。わからないから怖い。トリックの基本だ。もう一回上行ってみるか。手に入れたものとすれば指輪だけだからね。多分3回の体験版でなんかちょっとずつ効率よく進んで先へ進めっていうね、まあ、みんなのいろんな動画を見ながら、あ、ここに何がある、ここに何があるっていう、何も見てないからね。でも5月2日の体験版は、そうか、でも1回につき30分、あれ、これ1回限り30分って、それとも何回もできれば余計な探索はしなくて済むからね。またワインルームに来て、これもだってね、意味ないからね。ここでは使えない。どこで何を手に入れたかとかさ、でも、さっぱり覚えてねえんだけど。あれ、こっち行ったっけ？向こう側から施錠か。ん？びっくりした、こいつ。紛らわしいやつだ。ここも壁でしょ。逆サイも特になかったよね。まあ、変な目ん玉がどうちゃらっていうだけだったから、やはり2階も大したことないか。でマップ、マップある？ローズを探す。上司の部屋に向かう。その上司の部屋がいまいちわからんだよね。でマップがないから地形を把握するだけでも。あれ、これどこだ。あ、ここか。あ、でここに出てくるのか。なんだっけ。あ、デュークの部屋か。まあ、ここを起点にあと行けるところはない。で一回上がるでしょ。でこっち上がってもないし、左もない。ただのグダグダ動画になって終わりそうだな。でここ行けない。なんかちょっと新しい何かを発見しないと。これも分かんないしね。結局裏側に何かがあるわけでもない、なんか調べられるわけでもない。
回す、回転縮小、これで拡大か。なんかある？平行移動って何？いや、だから何？あ、何かが見やすくなるよって。拡大させて、取っ手とかめちゃくちゃ見やすくするとか。いや、ないな。わかんねえ。暖炉。ここもなんもない。で、結局またなんかこっち来て。下に降りるからあっちなのか。あ、で、ここも、ここだよね。どの部屋が、あ、そっかそっか、これはここか。で、この先は行けないから、まあ、結局こっち行かざるを得ないでしょ。とはいえ、ここ階段だけさ、降りてさ、なんか何もないっていうのもなんか変だよね。正面の何これ。あ、鉄格子が降りてんのか。さすがにこの鉄格子は今のところどうにもできなそうだからね。だから結局ここは来て戻るしかない。で、こっちから来たから、で、また結局ここへ行って外には出れない。いや、ないな。夫人の部屋がマジで分かんない。この小箱とか怪しいけど大したあれではないな。で、ここに戻ってきちゃうと。で、こっちはなんだっけっていうか、もう毎回これだよね。うるせえ。球体を入れる穴がある。いや、その球体を持ってないんだよ。手に入れた指輪の有効活用もできてないし。一応デューク安全地帯だと覚えておこう。え？どう考えても仮面でしょこれ。指輪をはめるところとかある？みんな仮面だもんね。顔がない。指にはめる感じではないからね。できて、絵が飾ってある。閉めとく。こっち完全に壁だしね。いや、もうこれあれだ、何もできずに終わりました動画だな。あ、今なんかあった。これ、あ、そうか、これ北条がなんちゃらか。結局また最初に戻ってきて、で、こっから行ったんだよね。まあ、こっから行ったんだけど、まあ戻ってきて、暖炉とかだってない。この部屋は何なの？誰の部屋なの？結構豪華ではあるけど。レバーだよ、このレバー。
もう怪しいけど、今回の体験版では使いませんということか。やっぱここから出て、この部屋ももう見尽くしたからな。いや分からんわ。でこれ北条のなんかでしょ。でここに来て、結局銃をぶっ放すこと本当なかった。一発で撃とう。リロード。OK。ない。いや、ガチでわからん。ガチでわからんっす。ん？デュークの声？デュークの声ほんと怖えんだけど、やめてほしいんだけど。いけない。そう、何もすることがない。マジでわからん。こっち側が全然だよね。なんかあったかって言われたら特に何もない。ああ終わる。終わった。続きは製品版でお楽しみください。ということで、すいません、全く何にもできずにこの動画が終わってしまいましたけども、バイオハザード、まあ、いわゆるナンバリング的には8になります。バイオハザードビレッジですね。まあ、雰囲気はやっぱりバイオハザード7の雰囲気が出てて結構怖い感じにはなってますけれども、まあ、すいません、自分の動画では何にも分からず敵と戦うことすらなく終わって誠に不甲斐なくて申し訳ないけど、ここで終了したいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。5月2日はまあ、もしできればライブとかもやっていきたいと思います。何にもわかんないけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。